プロジェクトを代表いたしまして、マスク関係を申し上げたいと思います。この病院だけでも、年間約50人から60人の子どもたちが。病院というところは、病気であり、病気を治療するところですので、病気であるということを当然意識せざるを得ませんが、ここにいると病気であることすら忘れられる。そして、いつもアットホームな雰囲気の中でリラックスできる場所であるということです。そして、家というところは皆さん、どんなところだと皆さんにとってイメージされますでしょうか。どんなものがありますでしょうか。例えば、楽しく遊ぶ部屋もあるでしょうし、団らんできる場所もあるでしょう。こちらの病院でも、様々な取り組みが、なされているわけですけれども、その輪の中に、私たちの、チャリティーとしての活動、永続的な仕組みの一つとして、地域に生み出すことができないだろうか、というところが私たちの、目指しているところです。いろんなであふれる場所を作ることを目指しました。このいろんなとは何なのか。まず一つ目、これはいろんなワクワクです。子どもたちが遊びや学びから喜びを得られる、そんな建物を目指します。二つ目は、いろんな安らぎです。家族が安心して休息でき、楽しめる、そして仲間と交流できる、そんな建物を目指していきます。三つ目は、いろんな出会いです。人、地域、社会とのつながりを作る建物を目指します。ご家族のご苦労、そしてこの疎外感というものも大変大きなものがございます。これは子どものホスピスだけではありません。高齢者の介護の問題もそうでございます。やはり我々はこういう方々の自然な形で触れ合いができる、そういう場所をこうきちっと持っている。特に海外に行きますと、いつも聞かれることが3つほどあります。それはどういうことかというと、まずあなたは何をするためにこの国に来ましたか、だからどこの国から来ましたか、これが第一等ですよ。で、あなたはこの国のために何をやってくれますか。その病気であることを忘れる場所を提供したいということだったと思うんですけど、まさにその体験が僕にはあったんだ。小学校4年生で、半年ほど抗がん剤治療を受けた後に復学したんですけども、普通の学校に、その時にちょうど、スラムダンクという漫画が流行ってて、そのバスケやってて、もちろん健常者の人とは背の高さも違うし、もちろん足でステップするのか車椅子で動くのかっていうところでも、ハンデはあるんですけれども、それでも健常者のその友達がもう僕が車椅子であることを忘れるぐらい、もう何回もぶつかってきて僕も倒されてだとかっていう経験もしてて、本当にその車椅子だなっていう気遣いが逆にそれほどなかった。そういった経験が、そのさっきのその病気であることを忘れるっていう、それとまさにこう一致しているのかなというふうに思いました。さあ、うん、さあ、はい、はい。